なんか面白いこと言ってほしいです。じゃあお前が言えよ。お前が先言えよ。人にやらせる前に。まあ面白くなかったら、あれだ、番だから。いいな。頑張ります。え、マジで？頑張ってくれ。人に面白いこと要求するなら、それなりのものをしてもらわないと。まあ、どんだけ無茶ぶりかを。本が吹っ飛んだ。え、こいつ？違うの？まあ今余計なこと言うと、消滅させられるぞ。気をつける。嬉しい楽しみ。さすが。さすが、ハルハルロビンスン。さすがや。いや、これは俺の負けだな。すいません、負けました。で、さっきのやつを早くしろよ。命指拾いしたらしてないよ。何言ってんの。では、今さ、白い犬がいてさ、おまけに面白い。はい、さようなら。お疲れ様でした。まぁ、ちょっとね、半分ハルハラ先生のせいかな。ハルハラ先生ではなかったら、もしかしたら助かったかもしれない。先に面白いの来ちゃったのね。ひどいな、ハルハラ先生は。650人が見てる中でよく頑張ったな。確かに。そこは評価してもいいかも。消すべきなのはハル。言われてますよ、ハルハラ先生。消しときましょうか、こいつ。呼び捨てにしてますよ。いいんですか、こんなやつ。もっとつまんない方が。あ、確かに。半端すぎたな、そういう意味では。なんか普通に一応かかってはいたけど、何にも面白くなかったら許せたかもしれない。もっと。ちょっと半端すぎ。もったいない。消される瞬間が一番面白かった。そうそう。それも狙ってあげたから、まあ、いい流れ作ってくれたなっていう意味では、良かったんじゃないでしょうか。存在する価値が。今週の悲鳴が面白かった。ごますりに来てますよ、これ。消しときましょうか。こういうごますり野郎も消しときましょうか。この配信、命がかかる。まあ、本来これぐらいのノリで消していくべきだよね。デスノート800人。ハルハラ。デスノート。面白い。これのためだけで800円使ったの素晴らしい。やべ、40秒後にハルハラ先生が。センスいいな。これできたら全然許されてた。ハルハラ先生も言うだけ言って、いや、そういう人ですよ。ちょっとチラ見して言っただけで、スッていなくなる。あ、そうか、なるほど。デスノートが発動してるのか。デスノートのやつ来るべき時に備えて、基本ずっとロム線なの考えるとじわじわ来る。いや、確かに。それも含めて素晴らしい。名前変えたから、次は14日。え、変えちゃったんですか？こう、ハルハララビンさん。死んでますよ。そうなんですよ。名前変えたら、変えれないんだよね。14日間。結構えぐいっす。14日経つと復活する。キリストより時間。キリストより確かに変わる。ということは、キリストより上位の存在なのかもしれない。先生が。いい芸人になったよね。いや、漫画家なんだけど。漫画家なんだけど。おかしいなぁ。もう、エクシーさんには何も要求しません。面白いこと要求してすみませんでした。復活しちゃった。お帰り。いや、面白いことを要求する重さ分かっていただけましたか？分かっていただけたならもう大丈夫ですけど。そういうことです。頑張って作り直してきたのか。いや、でも、冗談抜きで面白いこと言ってよ以上の無茶ぶりねえよな。